どうも高井です。評価の高い桜コメント有効性絶大。私が去年から始めたトップバズについたコメントの中でアンチコメントと嬉しいコメント、この両方があって、その事例として有効だと思うので話していきます。コンテンツの中で1コメントでアンチコメントがついた場合っていうのは、次からつくコメントっていうのはどん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 攻撃性が増していって、もう完全に暴力だよね。逆に嬉しいコメントが1コメントでつくと、2コメ3コメ目っていうのはすごいそれに連なって嬉しいコメントがついてくるんですよね。中にはアンチ的なコメントもありますけど、いきなり1コメ目でアンチコメントがつくっていうコンテンツよりかはすごい緩いんですよ。暴力じゃないんですよ。デコピンかってレベルの優しさ。それだけ最初の1コメ目で評価の高いコメントがつくと、次々といいコメントがつきやすくなるんですね。その状況で最終的にどれぐらい高評価率が高くなるかっていうと、平均的なコメントと比べると 32% も高評価がつく確率が高いんですよね。これ驚きだよね。この本の中の事例では、最終的に学校で受講する授業というのをこれだけ予定してたんだけど、でもこの講義の方が評価高いしこっち受けよって選択肢をクイッて変えちゃったっていう学生がいる。それぐらい評価っていうのは絶大だなっていう。これは仮に桜コメントだったとしても、皆さん目を疑いますか？よっぽどこのコメント信用できないな、これだけ星4星5が多いんだ、疑ってかかるべきだっていう風になったら、それは 見方を変えるんだろうけど、最初の1コメ目で星4星52つ目3つ目4つ目桜コメントで10個20個って高評価を集めたんだったら、その商品は明らかに不自然だって思うんだけど、最初の1コメ目以外は全て自然ってなったら、さすがに疑いようないよね。私はこう思うっていう、星3星4が増えたとしても最終的には 32% ほど普通より上なんだから、だったら桜コメントって有効じゃないっていうふうに私はこの本を読んで思いました。本を買うにしても評価って気になるじゃん。星4星5ってついてたらやっぱこの本いい本なんだろうなと思って買ってしまう。最初私もそんな感じだったしね。皆さんどう思いますか？私は桜コメントすごい強力だと思っています。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。